2日前に不思議体験したんですが、もしかして昔話題になった如月駅的なものかと思ったので書かせていただきます。京都駅から JR 線に乗っていて、長岡京で降りようと思ってたのに寝ていて、起きたらちょうどドアが閉まって長岡京を出発するところでした。仕方がないので引き返そうと思い、次の駅で降りた。降りてから気づいたんだけど、こんな駅あったっけってくらい寂れた無人駅だった。駅員さんいないし、街灯ついてはいるけど薄暗いし、印象的だったのは改札出たところにある大きな鳥居。久しぶりに JR 京都線乗ったもんだから、少し来ないうちに駅増えたのかなと思いつつ電車待ったんだけど、待てども来ない。携帯で電車の時間調べようと思ったんだけど、電波がよろしくなくてなかなか繋がらなかった。そして駅構内に時刻表が見当たらない。ちなみに駅の名前はスタカって看板に書いてありました。で、一緒の電車から降りたおばあさんがまだ駅のベンチに座ってたから、すみませんが次の電車の時間ってわかりますかって聞いたのよ。そしたらおばあさん、じきに来るって一言。とりあえずお礼を言うと、おばあさん初めて顔を上げて、玉姫が泣いてるからゆっくりしてきと言ってた。あと、ウコンの力は終わりの国は捨てろ、長兵衛、玉姫、槍、ゆすど、十兵衛、うんぬんのワード、ごめん、すごく聞き取りづらくて、ところどころのワードしか思い出せない。ボケてんのかなと、とりあえず相づち打って聞いてた。しばらくしたら小学校低学年くらいの子供が駅の中に来て、こっちを見て手振ってすぐにまた出てった。その時にその子が何か落としたの見えて拾いに走ったんだけど、もういなかった。落とし物は竜だか蛇だかの刺繍されたお守りだった。どうしようかと思ってたら、おばあさんが手招きして、渡しとくからバンバに送れというので、知り合いかと思って渡しといた。多分この辺のタイミングだったと思うんだけど、牛の声みたいな音が近づいてきた。それまでは遠くで聞こえてた。あと、いつの間にか近くの山にぼつぼつと明かりがついていた。提灯みたいなのが一定の間隔で、おばあさんはお守りを受け取ると駅から出て行った。それと入れ違いにさっきのお守りの子が来た。さっきお守り落としたやつ、おばあさんに渡しといたよ。って言ったら、何とも言えない嫌そうな表情になったから慌てて謝罪。渋々ながら許してくれた感じで手を引っ張ってきた。ついていくと駅の外に出ちゃって、電車待ってるから戻らないとって言うと、電車来ない、こっち行ってと道を指さされ、さらに引っ張られる。子供なのに力強いなと思いながら、引っ張られるがままに小走りでしばらく進んだ。民家とか電柱並んでんだけど、どこも薄暗いし古ぼけた感じ。何分か歩き進むと橋について、その子供は、戻っちゃダメだよ、バイバイだけ言ってどっか行っちゃった。連れ回してここから放置かよとちょっと憤りながらも、橋の向こうの明るい方へ進んでみた。そしたらだんだんお店とか見えてきて、最終的に阪急の長岡天神駅に着いた。その後はものすごく動揺しつつも、ちゃんとお家に帰れました。家に帰って調べたけど、スタカ駅なんて存在しないよね。ちょっと落ち着いてきたからまとめてみたけど、読みにくい文章でごめん。何かわかる人いたら教えてください。